バグダッドの盗賊は1940年に制作されたイギリスとアメリカ合作の映画であるバスラの街、港付近に人目を引く一人の男がいた。彼は盲目で犬を連れていたが、実はかつてのバグダッドの王アーマットで犬は仲間の盗賊アブーであった。アーマットはバスラの王女に恋愛感情を持っていたが、最初ジャハルに王の地位を追われ、 ジャファルの魔法により、盲目にされ、アブーは犬に変えられたのだ。バスラのオサルタンも殺害され、王女は過去の記憶を消す青い薔薇を口にする。ジャファルが王女を死中に収めたと認識したことから、魔法が解けアーマットは視力を取り戻し、アブーは人間の姿に戻る。二人は船でジャファルを追跡。しかし途中で遭難し、離れ離れになる。 砂浜でアブーは2000年間眠っていたという巨人、ジーニーと遭遇。アブーは、ジーニーと取引をし、世界が見渡せるルビーを入手するため空の旅を始める。仏教の寺院でルビーを発見、苦心の末ルビーを入手。その頃アーマットはジャファルに捕らえられ、処刑寸前となっていた。ジーニーはアブーに協力せず、姿を消したため、アブーは怒って、ルビーを割る。 するとそこに謎の国が出現し、アブーは多くの武器を手にする。アブーは空飛ぶ絨毯に乗って王宮に到着。戦闘の末ジャファルは死に、アーマットと王女は救出される。アブーの姿はかつてバグダッドの人々が噂した正義の騎士のものであった。アーマットはアブーに王宮に残るように命じるが、アブーは自由な生活の方が良いと言い残して空飛ぶ絨毯に乗って、 姿を消した。日本テレビ版。ありがとうございます。